ってごらん。聞くことしかできないけどね。新規録音スタート。はい、リピテン。はい、ミキでーす。これ実は9月の最後なんだけど。早い。この間もちょっと撮った。9月の最後だ。まだ9月の2日だが。そうなんだよ。まだ2日だが、素晴らしいですね。まあ、ということで。はいはい。さっき話してたんだけど、ちょっと、マニーの話もね。マニー、マニー、マニー。理由がね、なんで今お金がこんなに必要かっていう理由さ、こいつなのよ。パソコン？パソコンも新しくしないとゲームが遊べないことが、まあ、それはもう大事やね。あと編集にもちょっと影響が、あ、最近遅くなってきちゃった。うん、まあでもこの子もそこそこ長いでしょ。だってもう5、6年使ってない？先生7、8年本当使ってた。ってる可能性がある。結構長持ちよね。長持ちしてるのよ。そう思うとさ、この子いろいろバラバラしてる、まあ、それでね、うん、そのまず最近のゲームが全部、はいはいはい、なんじゃゲームでさ、パソコンとかだとさ、最低値のスペック、はいはい、必要最低値ね、少なくともこれぐらいでやってほしいって。そうそうそう、満たしてないのよ。あ、それですらまたもうダメなんだもん。そう、それが最近レブナント2っていうね、はいはいはい、ゲームが出たんだけど、うん、そいつに負けまして。あ、負けだ。あ、ダメだってなって、だからちょっと新しいパソコンが必要、まあ、今年がっつり働いて、まあ、来年の自分のご褒美じゃないけど、まあ、誕生日あたりまでに間に合えばいいよねって感じで。そうね、ちょこちょこ貯めてはいるんだけど。ああ。だからそれに付け足し付け足しすれば多分いけるかなっていう状態なのと、うんうん、まだもう一個あるのよ。はいはい、はい、あの買わなきゃいけないものが。何がおかしいんだい。こいつ死にかけてきて。ああ、それはね、問題です。この左エアポッツね、プロなんだけど、うん、左耳は大丈夫なんだけど、うん、右耳がですね、とうとう充電されなくなりましたね。え、よくない？まさ、ティッシュ詰めて。あー、ティッシュ詰めると、あの、エアポッツ自体が、あの、刺された状態でちょっと後ろ向きになる。うん。そうなると充電されるっていう。なるほどね。え、めっちゃ不便なことになっちゃって。まあ、そこはしょうがないよね、その Bluetooth 系のさ、うん、イヤホンのその、コードをね、直接刺すタイプじゃないってなっちゃうとさ、やっぱ、本体にぶち込んなきゃいけないから、まあそこは大変よな。毎日使ってる人のこの AirPods の寿命って1年と半年ぐらい。1年半ぐらいらしいよ。3年使ってんの。もうそれ長いね。2倍、長生きしてんね。で、俺この携帯も3年使ってんの。まあ、そろそろスマホも買える気じゃない？そして、でも普通にあなたの場合はニアなんてもう熱々よ。ニアなんかやった日には、それがね、ちょっとね、最近辛いんだよね。なんか普通に生活する分にもさ、うん、また不便になってくるじゃない。スマホなんて特になんか、そう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 、定期的に買い替えないとさ、やっぱり物が物だからさ。まあ、たださ、仕事柄さ、うん、あまり外に持ってきたくないんだよね、そのいいやつは。あ、それはね、まあ、とてもとても分かります。ちょっとね、これあの SE2 の第2世代ってもう、まあまあ言うても、で、古いわけでもないからね、普通に。そうね、単純にボタンがないのがきつく嫌でね。ボタンがないとさ、俺ダイエットだから、個人的にはホームボタンね。そう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 、ホームボタン大好きね。ホームボタンはね、マジであの、今俺もさ、慣れたよ、この子にも。やっぱさすがに1年ぐらい使ってるからさ、でもやっぱないとないでさ、ちょっと不便だなっていうのがさ。そうね、あの、指紋で何でもできるっていうのがすごい強いんだ、やっぱり。指紋でもさ、そうできるのもやっぱそうだしさ、なんだろう、音ゲーやってる時とかにさ、通知来た瞬間ホームボタンで通知ペッて消せるじゃん。あ、それが一番俺便利だなと思ってるからさ。確かにね、そう、そういうのがあるからいいんだけど、うん、私全般的にちょっとあの、身の回りに持ってるものが全部古いのよ。ちょっとね、そこはね、しょうがないところではあるんだけど。そう、あ、でもね、そのね、いろいろね、変えるのがめんどくさいっていうのもあるんだけど、なんか使えるんだったらさ、やっぱ使い切ってあげたいっていうかさ、う、まあ、あの、もう本当にエゴではあるんだけどさ、青さんが、うん、2人と同じかな、13、13、15か、14か、うん、プロマックスにしてて、うん、母さんが SE でも第3世代があったんですよ、確か、第3世代だと、俺、1世代前で。もう携帯切り替えるのめんどくさいなって、意地でも使ってやろうと思って、ちょっと今この携帯ちょっと一個問題ができててね。ほほ、
これさ、横ってさ、まあ、オフとかオンとかできるじゃん。マナーモードがね、うんうん、これさ、オフにオンするとさ、上からさ、ツーツーツーペッて出てくるんじゃん。あ、オフになりましたよ、オンになりましたよみたいな、ね、いじってないのに出てくるの。おっと、勝手にオフになって、勝手にオンになったりするのよ。勝手に、マナーモードオンになるのはいいんだけど、勝手にオフにされるのちょっと困るね。そう、そういう現象が起きてる時点でもうぶっ壊れてるのは確定なのよ。ガチでやめてくれるんですよ。そうなんだよ。でも iPhone 系だとさ、携帯ショップ持ってってもなんかどうにかならない、どうにもならない時あるからさ、そこ大変ないよね。そうなるとちょっと困るというか、ね、アップルのちゃんとしたとこに持ってかないといけないじゃん。そうだ。でもね、こうね、いろいろと見てみるとね、修理するぐらいなら新しく買った方が安いっていうのは。そうなんだよね。新しく買い替えて、でもメインで使ってたのをサブに移行して、でサブをまあその、うちらだったらラジオ撮ったりなんだって使うように回せるからさ、こっちはこっちで。そうなんだよね。それが結構便利よね。確か買ってもいいかなと思うんだけど、うん、あ、じゃあコープ行くならパーティー入れてよ。あ、行く？ちょっと待って、これ携帯じゃないからできるのかな。え、できないのかな。いや、ユニオンメンバーでパーティー作成して待ってるんだじゃん。ちょっと待ってて。フレンドリスト、ユニオンメンバーから呼べね。いた、今行くぞ。ちょっと待ってね。今2件やってます。2件です。2件やってます。いやー、そう、いろいろね、ちょっとね、まあ、待って、ちょっとね、マジでね、8月不幸なことが多すぎてさ。8月？そう、ちょっとね、うん、ちょっとこの8月の間きつすぎて、はいはいはい、まあ、考えるだけでも結構な量あったんだけど。なるほどね。そう、9月からはね、なんかどうにかなってほしいっていうのもちょっとありつつ、9月からはね、私も地味にシフトを変更しまして、ね、うん、いつも6時入りだったんだけど、うん、まあ、30分早く5時半入りにね、はいはいはい、変更したのと、なんか金曜日もちょっとね、今入れるようにしてまして。ああ、はいはい、いいね。そうそう、まあ、まあ短い時間なんだけど、まあちょっとお金貯めて、結局また旅行行くからさ、家族全員で、うん、まあ、その分の、まあ、レンタル代だったり、はいはいはい、飲食宿お土産代だったり、まあ、今のうちにある程度稼いで、うん、なんか11月にそんなきつい思いをしたくねえなと思ってね。そうそうそう、これもね、そう、旅行行きたいなとは思ってるんだよね。そうね、旅行行きたいんだけどね、旅行行くほど余裕がないっていうのもあるし、だから本当に行って日帰りでさ、なんだろう、大江戸温泉とかじゃないけど、そっち系みんなで行くぐらいしかさ、もうないやん、この辺りだとさ、まあね、まあ、近場でもいいからっていうのもあるっちゃあるんだけどさ、近場でね、なんかあったらいいんだけど。うわ、何これ、次罠、あ、そう、ここ無理なんだよ、初見殺しすぎ、バロタで、みんなバーンって生き残るんだけど、かた、いやー、そうなんだよね、金をね、まあ、金はあって困りませんから。そうそうそう、もうぶっちゃけた話ね。そう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 、あって困ることなんてないの。まあ、あとそれもそうだけど、金貯めるのもそうだけど、本当に使うのももっと大事。うん、ちょっとね、9月はね、うん、きついことが、ちょっと個人的に嫌なことがいっぱいあったから、もうそこはね、どうしようかなっていうね。もうあれだ、アーマードコア発売されてるから買わなきゃいけないんだけどさ。アーマードコア、アーマードコアやりなさいよ。もう今ね、思ってる、いや、もう本当に多分ね、まあ、じいさんもやるんだ、言ってるんだろうけど、どうせあいつもどうせやるんだけどさ、うん、生放送するにしてもまだ公式サイトもちゃんと見てないし、人の動画とかもね、今何も見てない状態なの。アーマードコアってすれば大丈夫なんだな、規約的には。でも配信してる人も結構いたし、その動画上げてる人 もそこそこいたから、そこがまあ一概にダメとまではなってないとは思うんだけど、うん、なんかワンチャンできるんだったら生放送でやりたいけど、絶対グダる自信あるんだよね、難易度的に。 いいと思うけどね、正直。まあ、そういうものをやれるならやってくれた方がチャンネル的にはやっぱいいわけだからね。まあ、だから今日帰って、まあ、お金を下ろしてゲオかどっか行って買おうかなとは思ってる。アマドコアはな、ああいう感じのゲームって基本的にやったことなかった。やったことないっしょ。
あれなんだかんだよ、おもろいんよ。俺も最近昔のゲームを引っ張り出してやってるようにしてる。とにかく一人実況したいっていう。で、何かとあればずっと編集してるし。あ、もうそうね、君の場合はね。もうなんかね、編集病になってきてね、最近。編集しないと。あの、スケジュール表を作ったのよ。今自分がやらなきゃいけないこと、うん、編集とか投稿とか含めて、はいはいはい、なんかあるかなってやったら、行で言うと98ぐらいだったの。8行9行ぐらい項目がめちゃくちゃ出てきて、あ、出てきたわけね。困るじゃんと思って、うんうん、でそれをね3日で終わらしちゃったの。有能すぎ、笑うな。編集、うん、メンバーシップの編集、うん、オブリビオンのショーと、ファーフライのショーと、エイペックスのショーと、うん、でダーケストダンジョンの編集、うん、であと一人実況、ワホさんがしたやつの一人の編集、セブンデイズの編集、ファズモの編集、うんうんうん、で、スケジュール変更、変更をしたり、ラジオの収録、はい、これで終わり。あで、今残ってる編集するものって、あの過去にツイッターに上げた Apex を今、うん、ああ、上げ直してる感じか。上げ直してるやつなんだけど、うん、もうすでにそれが、130本ぐらい終わってる。終わってんね、だいぶ。もうひたすら1回 10個ぐらいバーってってっていう、あの、ね、こうやってあれやって、これやってあれやってをずっとやってるのが、そう、あのまあ楽しいからやり続けてるんだけど、いや本当になんだろう、言っちゃ悪くて病気っちゃ病気だよね。そうそう、だから昨日な職業病よ、ね、引っ張り出してホラーゲーム一人でやって楽しかったわ。ホラーゲームさ、なんかなんだかんだ面白いんだよな、あのハラハラ感、その今にない昔のそのホラー感をさ味わえるのって、もうやっぱ昔のやつ引っ張り出すしかないっていうかさ、今のはなんかやっぱグラフィックで怖がらせてくるっていうのがやっぱ多いじゃない。多い多い。いやそれはもちろん別にさ悪いわけじゃないしさ、今の技術を使ってるから多分それが今のトレンドに合ってるものだと思うんだけど、違うんだよな、なんか違うんだよな、この粗い画像だからこそ出てくるこの怖さみたいなのがさ、うん、あるね、あるよね、昔のゲームって。それが好きなんだよな。あと本当昔だからこそなんだけど、やっぱ操作性の悪さがさ、そうね、今腹立つよね。違うじゃない。本当なんか体に染み渡ってるっていう感じよりかはさ、本当操作してるって感じがさ、なるわ。本当に言い方だけどラジコンもさ、そう、なんかよくわかんない角度からやってるっていう、なんか本当によくわかんない感覚になるんだよね。そう、それがいいんだけどね。そう、それがなんかやっぱ醍醐味よね。長えなこれ。あのウェブしっかりみんなクリアしちゃったね。一番右のやつだけ死んじゃってるけど、お辞儀だけしとこう。いや、何さ、この共同戦線さ、うん、こいつしか使わねえんだよな。俺は適当にしてるな、なんか。だいたいいつもバースト2がいないって言われるんだよね。あ、そうね。はいっつって俺が黙って帰るって前。俺もバースト2いないときはそうするな。ハード製ソフトウェア。禁止事項。他の、プレイヤーはプレイヤーとして一部の権利、義務の職種、アイテムを受けなくなるので、セーブサイズを他社に渡すことは、これはね、売名とか、あ、売買か、売買が金が含まれたらダメですよ。あら、リアルマネートレードダメですよ。そう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 。本プレイヤーを不快にさせるゲームプレイは、する迷惑行為、本ゲームのプログラムおよびセーブデータのゲームデータ改善行為、本ゲームのリバースエンジニアリング、ジャブコンボで、いわゆるソースコードの、なるほど、本ゲームの機能もしくは不具合を利用した、どうしたら意図しないゲームプレイ、まあ、チート行為、バグ利用はダメですよね、何か。配信に関しては別にダメだ。ないんだ。フロムすげえな。さすがフロムだな。さすがフロムだ。幅広いよ。人の心をたくさん持ってきただけの言葉ある。本当だよ。逆にそれ見て、美味しいお酒飲んでるんでしょ。酒がうまいだろうな、マートコアでみんなが失敗してるところを見ながらやる。すすってそうなもん、ね、酒絶対うめえよ。でもまあそういう感じだもんね。そういうゲームだからね、未だにだって俺 PSP の時のやつクリアできねえもんな。マートコアはやばいな、鬼だもんな、あれ鬼、本当に言ったことはないけど、ま
私あのコントローラーの持ち方ができるってなんだよと思ったからね。何 AC 持ちって知らねえんだけどとか思って。初めてそれを。持ち方しないとだってって感じなんでしょ。ボタンがね押せない。押せない。すみません、ボタンが押せないって何ってなったから。普通じゃないよ。わけわかめマロタです。じゃこれマロタ失敗しようぜ。OK。よし。まだと失敗しないと思うと無限に終わらなかった。長い長い2分半ずっと打ちまくってた。ガチただの打ち合いしてた。まあ、死なないんだけどさ。助けてる。ギリ致命傷であの放置プレイされてる。そうなんだよ。耐えれちゃうんだよ。前回はもうクラーケン即死だったから。クラーケンさんちゃんとワンパンしてくれたからまださ優しいのにさ。死ぬぞ。よしじゃあ乗り越えるなよ。てかあの普通にさ。HP 削りってんだからそんな死んでくれよ。本当だよ。何マックス分の何とか出てくるのよ。びっくりするだろうって思っちゃったから。でも言っちゃ悪いけどさ、チーターがはびこるからさ、ランキングリストの上ほぼチーターなんだよ。だってさ、アプリゲーでチートって何って思うんだよ。わざわざね。言うて、言っちゃあれだけどさ、そこまでするあれあるかいっていう。大変なっちゃうから。17分あ16分固めよう。さあということで今回はここまでです。10月から10月からも変わらずまあこんな感じでやっていきたいと思います。はーい、ほなさよなら。ほなねー。グッバイレッスン。